はいどうも、ビットコイン結局戻ってきちゃいましたね。えー、下げるのか上げるのかなんて言いながら、結局1週間で見た場合に、こう、そこね、ね、58万円を割ったところから、結局戻ってきちゃったっていう感じなんですけど、これどうなんでしょうね。まあ、ゴールドが25日、あと6日ちょっとですか。で、付与されるのかなになるんですけど、まあ、この辺は価格はね、 11月に向けて、まあ、11月まではっていうところはあるんですかね、その心理状態的に。うん、買うとか買わないとか。はい。で、まあ、あの、いろいろですね、その、ツイッターの話をずっと前の動画をし,はしてるんですけど、まあ、アカウント。で、グループ LINE にっていう話をね、してたんですけど、 でその中で、ですねやっぱ私自身が何もわよく分かってないなっていうのは最近、ですねこう深掘りが足りないとは私自身認識はしてるんですけどもこれが顕著に現れ始めてます。あの直に LINE の方に質問してくだ、えー、さってる方がいらっしゃるんですけどもこれが自身の,その仮想通貨の知識では全く補えない。 っってていう形になってましてでこれを機にですね、えー、情報の整理っていうのを、まあ、今年、まあ、あと2ヶ月3ヶ月、まあ、3ヶ月割ってますけど、えー、この中でですねやってってでその取りこぼしですかごちゃごちゃした情報の中でそのあっちこっちに散りばめられたものを捨てるなら捨てるし生かすなら生かすしっていうね そういう情報の精査、メールボックスを漁りながらですね、えー、決着がついてないものは、Google のスプレッドシートに投げて、こう、整理しやすく、まあね、携帯、スマホ端末でもパソコンでも常にね、オンラインで見れるようにして、した、したりとか、あなんかこう、無駄な支払いはないかとかね、えー、見てきながら、あで、一体私は、な、何に対して、こう、 おまあ、仮想通貨で絞り込むとえー、っとあ何でしたっけ、えー、韓国のね車のメーカーがあー仮想通貨作るってことでそれに乗ってるんですけどそれが一体どうなってんのかってのもよく分かってないんでその辺のね 片付けっていう作業捨てるっていう作業をちゃんと見えるかっていう作業をねしていこうかなという感じで今ねポジションを取りたいながらも動かないっていう環境の中でなんかねこう生産性的に時間を使っていかなきゃなんで、えー、整理っていう部分で今後の未来に対しての情報の速度を さらに高める上でもやっていこうかなと思っております。でその中でヘンてこなものを見つけました。ゆうちょ銀行が無通帳総合口座に切り替えませんかっていうメールがあったんですけどもこういうのもこういうのはあのー、まあ本当かもなんですけどもやめた方がいいですよね。ヘンてこなものを今まあネットバンキングが始まって、まあ、ネットバンキングがあればいいことなので。 えー、これがもしかしたらこうアドレスが売られた中でね私のアドレスが買われてあのー、なんだ無差別にメールを出して個人情報をさらに深いところまで引っ張るとこういうところに活用されちゃうんじゃないかなっていうところがあるので、まあ、こういうのとかね、えー、結構そのフィッシングサイトっていう言葉は聞いたことがあると思うんですけども。 お情報を知らずに入力して、ああ、こういうのも,ものがあるのか、いいなって言って入力すると、そのまんまの情報を引っ張られて、その情報をね、何千円とか何百円とか、何万円とかでね、売られてしまうということになりますんで、例えば医師とかであれば、相場は高くなると思うんですよね、平均収入が上がるとか、歯科医師とかね、弁護士とかね、教,教員とかね。 なんで教員が高くなるのかっていうと振動度合いいが高いからなんですよねで、えー、もしその教員っていう仕事に対して汚、えー、点がつくと懲戒免職になるといくら公務員でもですねその懲戒免職になるとその保険で割とその教員ってね、えー、需要はあるとは思うんですよね。保険というののは公務員っていうものと 退職後にたくさんお金がもらえるっていうねそういう保険でもって公務員を選択される例えば安定とかね、まあ、世間では安定って言われてますけどおそういったもので、えー、なんだろうな公務員っていうところを選択してでそこにこう情報を抜かれてでこんなねアダルトサイトに入りましたねって脅されてで入ったかどうか分かんないんだけど本人気持ち悪いから払ったりしちゃうとかね。 そういったのをそのフィッシングサイトって言うんですけどそういったものも横行してるのかなっていう感じをこうメール整理しながらね、えー、見ておりましたでまあまあ仮想通貨もウォレットがねたくさんたくさんあってでこれもどこが何なのかってどこのねえー、いくらあんのかっていうのも まあそこは把握してるんですけども使ってないところがどういったものをこう商品としてね扱ってるのかっていうのもよく分かってないのでその辺もですね、えー、のんびりと噛み砕いていこうかなと思っております。それでですね、いつも、まあ、まあ大体11時から、 まあ13時前後ぐらいにはねこういったものを配信してるんですけども遅くなってしまいましたっていうところですねえでまあ進展私がですねえ最初にフォローした方がですねようやくそのオレットに着金をしたと。 えどういったことかっていうと借金が何でコイ,ンコインチェックをのねウォレット解説を手伝ったんですけどもおなんで借金しなかったっていうとその ID の部分の入力を反対にしてしまったんですよね。えー、とコインチェックで送金をする場合にまず自分の ID を入れるじゃないですか私であればこの画面上の左上のね ID を入れる。 でその後に名前をオクポンさんと入れるとでそれを間違ってしまうと反対にするとお普通であればほんうんまあ、営業時間内であれば1時間もかかんないで着金するものがあひっくり返ってやるとこれが下手すると着金しないっていうね、えー、事例になってしまうんで、えー、ここをですね、えー、まあなんとかね、えー、どういうふうにやったのかっていうのはまあ お問い合わせヘルプセンターの方に問い合わせてやったんでしょうけど、うん、だから、あのー、そういったのも含めて、結構、ごじょごじょしたものってあるんですよね、私の中でまだこう噛み砕かれてないもの、これをこうやった場合にこういうリスクがあるんだよ、で、その後に対応するのはどうなんだよ、で、さらに仮想通貨の場合だと ICO とかね。 これとこれがこういう噂が立ってんだけどこれどうなのっていうのがありますのでえ多少なりともその深掘りの方に特化していきたいなとおあまりその今までは情報のなんだろうな社会のインフラになる仮想通貨っていうものが今あるんだけどそれって一体どうなので今後 日本に対するリスクにおいて個人が稼ぐ間に対してのそれの掛け渡しになるよっていうなんかねそういった話とかあとはそのモチベーションの度合いとかねモチベーションをどうやってあげればいいのとかねなんでモチベーションを下げるのとかねそういうのをなんか長々とね喋ってたことがあると思うんですけどもそういったことよりこう 内部的なね、仮想通貨とは、この通貨とはっていうところに目を向けて、この通貨とこの通貨がこうとかね、企業提携、この通貨と企業が提携するみたいなね、そういった提携というか使われるようになるとかね、そういったところに目を向けて情報を拾っていきたいなと。で、この まあ、自分の情報のね埋もれてる掘削作業を,をしながらそれをやっていくと。で掘削作業は多分短期間で終わると思うんですよ。どういうものがあってどれを調べなきゃいけない,い,い置いとかなきゃいけない捨てればいいっていうようなねそういうのは短期間で終わると思うんですけどその後のね長期的な中長期のね、えー、自分の方向としてはそういった感じでね、えー、動きたいと。通貨がが何の強みがあって 何が弱点なのかでこの通貨がこれとんここにの企業に使われるようになるからこういうね伸びしろがあるんではないかとかね、まあ、そこまでいければいいんですけどうんあのその辺にですね今年はいっぱいかけて、えー、やっていこうかなと思っておりますのでまあまああのー、はい情報はあ配信はしていきたいと思っておりますので、はい、今後ともよろしくお願いします。 それではね、素敵なコインライフをお送りしましょう。